フレッシュな後藤が懸命に来ましたが、ドゥドゥ、さらには松原、後藤が中央上がっていく、松原ドリブルでかわしていく、1枚2枚剥がして、さらには鈴木優斗、そして松本、うん、フィニッシュはできません。藤原、藤原、見事に今シーズン初ゴールを決めました。まあ、ここの左サイドですよね、松原がしっかりとこう自分で個人の技術でこうディフェンス引きつけましたよね、ここでフリーな選手が生まれた。鈴木優斗の、ね、こう判断も良かったですよね、はい。まあ、その松本仕掛けた中でこぼれ球しっかりとコース狙ったいいシュートだったのではないかなと思いますね。まあ、素晴らしいですよね、しっかりと外巻きのボールでコースを狙って。